日本文学。日本文学とは、日本人が書いた文学、日本で発表された文学、ない種は日本語で書かれた文学作品、もしくはそれらの作品や作家を研究する学問のこと。日本文学の歴史は、極めて長く、古くは7世紀まで遡る。同一言語、同一国家の文学が1400年近くにわたって、書き続けられ読み続けられることは、 世界的に類例が少ない。千年頃に紫式部によって書かれた源氏物語は世界的に知られ、近世の松尾芭蕉も現在の俳句ブームにより広く知られている。近代以降の日本文学においても、夏目漱石、森鴎貝、谷崎潤一郎、三島由紀夫、安倍工房、村上春樹などが世界的に高い評価を受けており、これまで二名のノーベル文学賞受賞者。 川端康成、大賢三郎を出している。古代、中世の日本文学は中国からの文化的影響が、著しく、日本が仏教を受け入れたことから、インド文学の間接的影響も見られる。中国文学の影響は、江戸時代にも見られるが、いずれの時代においても日本人作家の独創が顕著に、見られる。明治維新以降は、欧米の文化的影響を強く受けたが、英米文学、 フランス文学、ドイツ文学、ロシア文学などを短期間のうちに摂取、模倣し、日本独自の高度な近代文学を創造していった。近代日本文学は、中国、朝鮮の近代文学の形成に大きな影響を与えた。第二次世界大戦後の日本文学も、三島由紀夫、安倍工房、村上春樹などの作品が世界的に広く読まれており、現代の世界文学に、 多大な影響を与えている。日本文学の定義を何に求めるかについては、諸説あり、言語、発表された、地域、文学の形式など多くの要素が考えられる。日本語を母語としない、外国人作家が日本語作品を書くこともあるし、日本人作家が日本語以外の言語で作品を書くこともある。例えば、西脇純三郎は日本語と、英語、田和田洋子は日本語と、 ドイツ語の双方で作品を執筆している。このように国籍や居住地と言語とが一致しない場合もあることを考慮し、日本語文学という呼称が使われることもあるが、この場合伝統的な日本文学に根ざしてきた漢文、漢詩の扱いが微妙にな。日本文学を国文学と呼ぶことも多いが、国文学と日本文学との同一性には議論がある。 歴史学のように生態の変遷に注目することが必ずしもふさわしいわけではないが目安にされることが多い。また、以下のように、上代、中古、中世、近世、近現代という区分が一般になされるが研究者によって異論もあり、中古を設定しない場合もある。近代と現代を分離するか否かについても諸説あり、定まっていない。 マルヤ・サイイチは直線集により、日本文学史の歴史区分を行うことを提示した。奈良時代まで、中国大陸から漢字が輸入され、漢文と自分たちの話し言葉に漢字を当てはめた、万葉仮名が使われるようになった。古事記七712年、日本初期、720年のような詩書や、万葉集のような歌集が生まれた。平安時代、漢詩、 漢文が引き続き栄えるとともに、初の直線和歌集である古今和歌集が編纂され、和歌が漢詩と対等の位置を占めた。当時の公式文書は漢文であったが、ひらがなの和文による表現が、盛んに始まり、きつらゆきの土佐日記が書かれたのに続き、清少納言の随筆、枕の草子》、紫式部の源氏物語など、古典文学の代表作といえる作品が表された。 鎌倉時代から安土桃山時代まで、藤原邸からによって華麗な技巧に特徴がある新古今和歌集が編まれた。また、現代日本語の直系の祖先といえる和漢根古文によって多くの作品が書かれた。鴨野帳明の,町名の工場記、吉田健康のつれづれ草などがこれにあたる。作者不詳のものとして平家物語が挙げられる。また、 猿学の発達が見られた。江戸時代、おと木造子の流れを組み、金造子や井原西角らの浮世造子が生まれた。また、歌舞伎や浄瑠璃が起こり、近松門左衛門などが人気を博した。徘徊が盛んになり、松尾芭蕉、小林久といった人々が活躍した。明治維新後、文明開化による西欧文明の輸入と近代国家の建設が進められ、 いわゆる文学という概念が生まれた時代、西欧近代小説の理念が輸入され、現代的な日本語の書き言葉が生み出された。坪内逍遥の小説神髄の示唆を受けて創作された双葉亭氏名の浮雲によって近代日本文学が成立したとされる。日本文学は朝鮮や中国の近代文学の成立にも大きな影響を及ぼした。なお、 近代と現代を分離し、戦前の文学を近代文学、戦後の文学を現代文学として分ける場合もある。近隣では古代から中国文学の大きな影響を受け続け、明治時代に原文一致運動が公用するまで、漢詩や漢文も日本文学の一部として重きを置かれていた。琉球文学の活動と隣接しており、中国文学と共に日本文学は、 琉球文学の成立に関わっている。近代以降の日本文学は、英米文学、フランス文学、ドイツ文学、ロシア文学など欧米の文学から強く影響を受けたが、その摂取、模倣により、独自の近代文学を創造した。日本の近代文学は、侵害革命以降の近代中国文学や、近代文学としての朝鮮文学の成立に深く関わった。 特に古典では、諸子学的な研究も多く行われる。近代以降、著名な文学者によっていくつかの文学論争が起こった。やがて外国の研究者の注目も集めるようになり、古典から現代文学まで幅広く研究対象になった。20世紀後半には文学理論の影響で研究の手法は非常に幅広いものとなった。 近代以降多くの文学賞が創設され、作家の発掘と育成に貢献した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。